海と日本プロジェクト。小学生が海でのさまざまな体験を通して山形の海を学ぶ山形海洋塾。今年のテーマは海と山のつながりです。子どもたちは座学で遊佐町の釜磯海水浴場に湧き出る伏流水について学びました。海から湧き出てんだけど、これどっから来たかっていうと、実はこの後ろ、これが鳥海山の端っこです、溶岩です。だからあれの下を通ってきた水が端っこで顔を出したのが釜磯の湧き水。続いては海水を使っての塩作りを体験。強火で煮詰めるとミネラル成分やにがりなどを含む塩の結晶が見えてきます。ミネラルだったりにがりだったり、それが食べ物、食材を美味しくしてくれるキーポイントなんですね。後味はなんかこうちょっと丸い甘い感じだった、ほわーんって感じです。午後はお待ちかねのカヌー体験です。海と山のつながりを肌で感じるため学校川河口をスタート。上流の牛渡川の水は鳥海山の伏流水です。めっちゃ楽しかった。だん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 上流に行くにつれ、多分湧き水になってるからめっちゃ冷たくなっててびっくりしました。あの曲がるときちょっと難しくてちょっとぶつかりそうになったんですけど、ちゃんと来ることができました。将来的に地域に住んで海や川や森や、そして周りの自然や文化を守る人になってほしいな。海と日本。動画いかがでしたか？チャンネル登録もぜひよろしくお願いします。